なんか突然3ヶ月ぐらい時間が経ったケズナあかりです。前回の投稿は7月の頭ですよ。何やってんだか。忙しいから忙しいからってずっと後回しにしてたらこうなった。まあそういうシリーズなんで。ということでまた世界を発展させていきましょう。ところで何をやっているんですか？難しそうですけど。これは難しい何かです。ちゃんと説明してください。まあそのアイテムの輸送を新しく触るモッドであるインテグレーテッドダイナミクスにお願いしようと思ってるんです。で、なんかいろいろと苦戦していたようですが、録画が3ヶ月前なのでどう苦戦していたのか忘れました。はい、投稿間隔が開いたことによる弊害。なんかあれがこうなって丸石の輸送ができるようになりました。適当すぎますって。使い方はどこかに解説動画が転がってるのでそれを見てね。さてお話は変わりまして、新しい発電機を作ろうと思います。新しい発電機。現状装置たちは全部火力発電機で動かしていましたね。発電量は悪くないのですが、やはり燃料を使うというのがネックで、燃料がすぐ切れちゃうんですよね。ということで燃料が必要ない発電機を合わせて作ろうと思いました。燃料が必要ないとすると太陽光か風力か？いいえ、不思議ちゃんエネルギーです。ほんと好きだねそれ。違うよ、可愛いエネルギーだよ。あ、またマスターが私の体を。ずっとおしゃべりできなかったから今回はいっぱいおしゃべりしちゃうからね。わわ、次は私の体を。あかりちゃんとゆかりさんの間を自由に行き来できるようになったマスターは最強である。ところで今は何の話をしてるんだったっけ？燃料も必要ない発電機を作ろうとしているんです。あなたは記憶力がおばあちゃんですか？私はゆかりさんだから、ゆかりさんの記憶力がおばあちゃんなんだね。うぜえ。はい、ということで太陽光発電機を作成します。まずはラピスラズリシャードを作りの、ラピスラズリと板ガラスと鉄ナゲットで、フォトボルタイックセルを作成します。これがたくさん必要になります。リードストーンソーラーコアを作りの、リードストーンソーラーパネルを作りました。これが一番最初に作れるソーラー発電機です。一番最初に作れるやつなので発電量はとても控えめで、なんと発電量は驚きの 1FE パーチック、たったの1。これじゃ何の足しにもなりませんよ。まあソーラーパネルなんて基本はこんなもんです。で、本題はここからで、これをどんどん圧縮して強化していきます。ソーラーパネルはどうして圧縮される運命にあるのか？ハーデンドソーラーコアを作りの、ソーラーパネルを8個圧縮してハーデンドソーラーパネルを作りました。性能としては 8FE パーチックと、本当にただ8個分のソーラーを圧縮しただけです。発電量が増えるとかじゃないんですね。スペースの節約になるというただそれだけのメリットです。ただこの発電量でも燃料不要で動き続けるというのは大きなメリットになります。特に蓄電機と一緒に作っておくと、使わない分の電力を貯めておけるので、機械の使用頻度が高くない時はこれだけでも運用できる性能を持ちます。太陽光と蓄電機は一緒に使うもの。ゆかりさん覚えた。あなたはゆかりさんではなくマスターです。もう一つリソース不要の発電機を作ります。太陽光の次は、さては風力ですね。エナジータブレットを作りの、できました。メカニズムの風力発電機です。てた、めちゃくちゃ強いやつ。これは開けた空間に設置しておくと発電するものです。見た目も風力発電機っぽくていいでしょう。羽がちゃんとくるくる回っている。そしてご存知の方も多いかもしれませんが、この発電機は設置する高度が高いほど発電量が増えます。例えば地上では 56FE パーチックですが、かなり高いところに設置するとこれが200とかになったりします。そもそもリソースなしで56の時点で強いんですよ。だってさっきの太陽光発電機が8ですよ。しかも夜間でも発電してくれますし、だから強すぎて他の発電機が使い物にならなくなるので、ちょっと自重したいところではあります。とりあえず今の工場の電力を賄うために1台だけ設置します。いろんなモッドを入れている時に悩まされる事案ですな。ゆかりさんにもいろんなモッドを入れて遊んでみたいな。ゆかりさんに入れるモッドって何ですか？そりゃまああれとか、あとそれとか。さてはマスター、考えてませんでしたね。とんかつが食べたいな、むへへ。あかりちゃんに乗り移ってごまかすんじゃないよ。電気が増えて鉱石の処理も十分に行うことができるようになり、次に行うのは倉庫の整備です。いつものあれを使うのかな？そうです、そのあれです。まずはネザー水晶を精錬します。すると出来上がるのがシリコンです。次に鉄とネザー水晶を組み合わせてクォーツエンリッチドアヤン、マシンケーシングを作りの。あ、スライムがないですわ。そういえばまだスライムの枠チャンクは見つけてないですね。一応スライムボールの代替品になるものはいっぱいあるのですが、今回はマップ左下にあるスライム島からゲットしてきましょうか。スライム島、なんだそれは。クククククク。精錬ボイスでこれをやろうとしたら全然うまくいかなかったでござる。これはティンカースコンストラクトで追加されるスライムがどんどん湧いてくる島です。
つまりスライムボールが取り放題ということです。お、それは便利ですね。裏を返すとスライムにボコボコにされ放題ということでもあるんですが、いかん、スライムに取り込まれるあかりちゃんの薄い本が出版されてしまう。ということで装備をちゃんと整えてから島には行くとして、今回は別の方法でとりあえず1個だけ獲得します。別の方法とな。その方法は消しゴムのカスをかき集めればスライムボールになるんとちゃう？なるわけないやろ。自分自身が鑑識精錬炉で溶かされることだ。いや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 、あかりちゃん、どうしてそんな蛮行に入れるのですか？これもスライムボールをゲットするためなのだよ。プレイヤーを含むモブが鑑識精錬炉の中に落ちると血液が生成されます。それをキャスティングテーブルに流し込むと血でできたスライムボールができるのです。ええ、血でできたスライムボールって絶対触りたくないんですけど。血のりってやつですか？普通に黒い。これを通常のスライムボールの代わりに使うことができるのです。血のスライムボールで作った装置って絶対ちゃんと動く気がしないんですけど。そこはほら、マイクラなので。ということで、スライムボールと糸でプロセッサーバインディングを作成。これとレッドストーン、金、シリコンで生のインプルーブドプロセッサーを作成。金を鉄、それからダイヤに変えて3種類のプロセッサーを作成します。生のってのが気になる。そのままでは食べられませんよ的な。プロセッサーを食べる気ですか？生のプロセッサーは精錬すると使えるようになります。なるほど。美味しいの？食べちゃダメって言ったじゃないですか。ゆかりさんの記憶力がおばあちゃんなんだね。うぜえ。それでは出来上がったプロセッサーたちを素材に機械を作っていきます。コントローラーを作りーの、ディスクドライブを作りーの、コンストラクションコアを作りーの、とつがないの、デストラクションコアを作りーの、グリッドを作りーの、クラフティンググリッドを作りーの、 1K ストレージパーツを作りーの、 1K ストレージディスクを作りました。これで倉庫モッド、リファインドストレージの基本セットが揃いました。ですが時間が来てしまったようです。解説は次回にしましょう。ゆかりさんのためにいいねボタンを押してくれると嬉しいな。マスターのためでしょ。ではでは、 See you。